皆さん集まるの早いね。ちょっとね、早めにつなぎました。ちょっと今日は YouTube と、YouTube、インスタと、YouTube、インスタ、TikTok で考えてて、TikTok が一番長くやると思うので、そのままご覧くださいね。で、ちょっと全部つなぐのに、先にやりました。ハトミありがとう。よし、よいしょ。配線ぐちゃぐちゃになってるの恥ずかしい。ここではちょっと一個ずつつないでいってみようかな。まずは YouTube。 YouTube ね、ちゃんと告知してないのでご覧になる方がすごい少ないかも。今日はあれですよ、無加工ですよ無加工って言ったらあれですね、加工してないですね。配信の時でしか髪の毛下ろさないんですけど、最近早く伸びないかなと思って、髪がね、なんかエクステとかつけちゃおうかなと思ってた。なんかウィッグとかもいいよね。いいのあったら教えてください。よいしょ。あ、外れちゃった。今日本当今ちょっとギリギリまで会議してたんですけど、今日は参加しなくても大丈夫な会議でした。お、大丈夫な日だったらばいいかっつって早めに切り上げちゃいました。そしてギュッとかいった。これが今ギターのチューニング、チューナーになってるので、インスタにちょっとつなぎつつ、場所はここでいいかしら。 YouTube でも先につないだ方がいいね。よいしょ、ちょっと待ってて、書くから書くから、はい。ちょっとね、コメント一旦全体の配信が終わるぐらいまではこれは読めないかもしれないコメント全部ね。でもちょいちょい読んでいきたいと思いますから。はい。グラニギアさんこんばんは、ようこそ。いっちゃんこんばんは、ようこそ。クラマックスさんこんばんは、ようこそ。チョコありがとう。あ、嬉しい。私があげなきゃいけないのにね。ありがとう。はい、もぐもぐさん、ひろちゃんファミリーの方、こんちくわ、こんちくわ。いえ。おちん、シスターひろこ。こんにちは、シスターひろこ。私、シスター感出てます。今日の何がすごいって、反転もう治ってるっていうところが一番すごいと思いますけどね。褒めて、ちょうだい。では、ちょっと一個ずつやっていこう。YouTube ライブ、YouTube 配信中、あ、始まっちゃった。多分、あれ、YouTube ライブこれ始まった？もうすでに。このなんかぼやぼやってなんだろう、光か。なんかモザイクみたいになってるけど、これみんな聞こえてるか、ちょっと YouTube の音が聞こえてるかチェックしたい。OK。あ、聞こえてると思う。多分。いかがなもんでしょうか。 OK。
ちょっとね YouTube ちゃんと確認しなかったんで、もしかすると、あんま見てもらえないかもしれませんが OK で YouTube OK でしょ。 YouTube の人マイクの主張激しくないでも一番広角だ、横だからワイドイエイって感じ。そしてインスタライブね、ライブクロース、あ、今一人来たちょっと今さらね、配信も始まってんの今さらね。ちょっと YouTube の方さ、もうちょっとこっち来ないもうちょっとこっち来て、でインスタと TikTok 大して変わらない位置になるけれど、このぐらいだと私が見やすい、私が皆さんを、はい、今日はアプリで顔加工してないのでどれも一緒だな。どれかすごい美しくしたいんですけど、どれをしたらいいですかね。はい、皆さん音ちゃんと聞こえてますでしょうか。インスタちょっと待ってね、今インスタだけ音がナチュラルなやつなんていうんですか、特に何もつないでないインスタライブは。そして YouTube ライブの方は TikTok ライブの音源をいただいておりますちょっとマシンがねどうしても1台しかなくて、TikTok ライブと YouTube がやっぱちょっとね機材つながないと音がもう聞けたもんじゃないので、まあ、一応つないではいるんですけど、もし聞こえないとか何かあったら各それぞれの皆さんがそれぞれに教えてください。よろしくお願いしますよっちさんがこんちくわって言ってるね。これはもぐもぐさんのやつや。へぼすけさんこんばんは、ようこそ。はい、ようこそ。インスタライブの方も、そして YouTube ライブの方もこんばんは、ようこそ。はい、そうです、今日は2月14日、これ一番好き、チョコレート。インスタは反転してる、はい、大好きこれ、ブラックサンダー一番好きなやつ。はい、自分で買ってますけども、今日はバレンタインデーですね。皆さんなんかいただきました、チョコレートとかいただいてますか、ね、チョコレートとか食べながらぜひお付き合いください。そして今日はバレンタインデーでもありますが、机が揺れてる、はい、佐藤浩子のニューシングル私の船がリリースとなりました。ヒューヒュー、 Thank you very much。 はい、 My song、 This is my song、 This is my、good song、 I like thisI like this. 英語力英語力よ、はい、ということで今日は私の船、配信もリリースされてるけど、はい、CD のこちらが発売となりましたので、このお話なんかもゆっくりしながら、過ごしていきたいと思いますが、アレックスさんがめっちゃコラボしたいって申請来るんだけど、ごめんなさい、今日はコラボしないですからね、申し訳ないです。こっちもインスタライブもめっちゃコラボライブしたいって申請来てるんだけど、ちょっとコラボライブはしない予定で考えてますね。よろしくお願いします。はい、庄司さんこんばんは、ようこそ。そうね、申し訳ないです。はい、多分アレックスさんは多分日本の方じゃないね、きっと。だけど today コラボライブ、ノーコラボ、don't コラボライブ、sorry。なので、これは don't コラボライブだから、なんて言えばいいんだ、please listen to me 合ってます？聞いててって歌聞いててください。今日はね、よろしくお願いします。さあ、ということで、先ほど iPad 見たら充電が 1% だった。おい、いや、
痛い痛いあちこちぶつけた痛い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 、はい、あちこちぶつけてる今夜です。あ、分かってくれたっぽい、すごくないですか。はい、あ、もぐもぐさん YouTube と両方参加してくれてるんだ、ありがとうございます。今の英語で伝わったっぽい。え、本当だ、インスタと写りが違う、この反転してないでしょ。え、インスタと一緒じゃない、今日ノー加工ですよ、どれも珍しく加工してないから、うん。さあ、ということで、大きめのギフト投げてくれた方のリクエスト答えていくような感じにしようかな、今日は。そんな風に思ってます。あ、なのでよかったら、で、一番今日は一応、今8時半、9時半と9時過ぎぐらいまでインスタと YouTube はつなぎますけど、それ以降のロングバージョンは TikTok ライブでやりますので、そちらにもぜひよかったら移行してもらったりとか、まあ、ご覧いただいてる人数がね、あんまりにもめっちゃ多だったらそのままやるかもしれないですけど、あの、皆さんの良き場所で、で、なんでギフト投げられるのが TikTok しかないので、TikTok ライブでぜひギフト投げてもらって、リクエスト曲などあったら言ってみてください。今夜もハッピー元気に歌っていくぜ、よろしくヒートテックイエーイシャン。No, no, 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 no.
し色を染めよう。あなたが生きる世界に赤黄色緑オレンジ混じり合ってゆく奇跡の中で青ピンク紫に白あなたと私と送りしたのは奇跡という曲でした、はい、コインをありがとうございます。はい、ちょっと撮っていこう。よいしょ。はい、よっちさんコインをありがとうございます。ゲットしました。 Thank you、はい、そしておちん小さなおかんありがとういいねがいっぱい、すごい嬉しい。いいねめっちゃ嬉しい、ありがとう。はい、ミシカベアだって、ありがとうございます。よっちさんぜひリクエスト曲を送ってください。タイトルお待ちしています。さあ、インスタのコメントがあるならばトライしてみようかな。はい、としあきさんよろしく、ようこそ。癒されています、よかったです。素敵な歌声、Thank you です。この方は誰？ケンケン、ケンケンさん、Thank you、 ありがとう。そして、あ、和光メガネさん、あ、そうだ、ちょうどね、あのメガネをなくしちゃって、今メガネがなくなっちゃったので、メガネをね買いに行きたいなと強く強く希望しております。はい、今日ひろこさんの奇跡、中古で買いました。え、中古で売ってたんですか、私、CD が。なんか複雑な気持ちです。ありがとうございます。でも嬉しいです。よかったね。ありがとうございます。じゃあ YouTube ライブの方のコメントも拾っていこうかな。よいしょ。よいしょ。お。あ、ジョニー・クールさん。はい、ハロー。ハロー。いつもありがとう。Thank you。ジョニー・クールさん、Thank you very much、Thank you comment、Thank you for comment、Yes、ありがとう。ともこさん、こんばんは。私の船の CD 購入して本当に良かったです。ありがとうございます。こちらこそいつもありがとう。おこんばんは、ローカー侍さん。はい、おこんばんは、ようこそ。はい、ジョニー・クールさん、It's a very nice song。Thank you. This is my song.、this song is、this song name. This song name は、奇跡。This song is 奇跡。My favorite song. I like this. ちょっと、sorry, English ができませんが、はい。いい曲、癒されます、ありがとうございます、と。ロカ侍さんもパチパチとありがとうございます。私の語学力を磨かして、ちょっとジョニー・クールさん私の英語の先生になったらいいんじゃないですかね。 I want teacher I want 何ですかね、teach、 わかんない。あ、私だけ忘れてお願いします。 OK です、 Thank you です。Next song is my song. My song の、私だけ忘れて歌ってみます。ちょっと待ってね。キーをいつも忘れちゃう。さっき奇跡っていう曲を歌ったんですけど、実は今奇跡の
とね、も絵本を書こうと思ってちょっと作ってて、ストーリーはもうだいぶ前にできてたんですけど、そういえば絵描いてないなと思って、で私4コマ漫画みたいなちょっと なんていうんですかね、あの線の少ない何ですか、あのゆるキャラ、あのラインスタンプにもあるんですけど、ガンバルマンとか4コマ漫画の絵みたいなのっていうか絵しか描けないから、どうしようかなと思って今絵をね検討中です。 大検討中です。できたら皆さんにもね早く見てもらいたいなと思ってますよ、うん、G シャープ1,2,3,5キー3つ上げ書いとかないと、どっかでちょっと待っててね、ごめんね、ごめんちゃい。サンカポって書いておきます。毎回ね忘れちゃうから、サンカポ B フラット、 B フラットって B だしフラットだし難しいな。ジェイオッチさんのリクエストにお答えして私だけ忘れてお送りします。誰にも見つからないように小さな車の中で朝が来るまで話したり、何度も何度もキスしたりしてさ、だけどもう別れたね、見えなくなるまで手を振るよ、二人愛したことに罪はない、罪はない、だから私だけ忘れて、好きだから私だけ忘れて、好きなとこの数より嫌いな数の顔多い、なのに涙がほろり、私君が好きなんだ、深夜のコンビニとか街灯のない公園とか、数えきれない喧嘩とか、数えきれない涙とかキスとか、これでもう別れたね、触れたぬくもりは消えてく、二人愛したことに嘘はない、だから私だけ忘れて、
て好きだから好きだけど私だけ忘れて手を振るよ二人愛した場所に罪はない罪はないだからお送りしたのは私だけ忘れてという曲でした。リクエストしてくれたよっちありがとう。 Thank you よっち。 Thank you よっち。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、また、TikTok からこう順番にねこう今並んでるんですよ。なので、あの、読んでいこう。はい、ヘボスケさん、チョコありがとう。あ、チョコね、いいよね、美味しいよね。私もチョコ食べたい。これ大好き、ブラックサンデー大好き。 I like this。 そうです、はい。あ、もぐもぐさんがなんかコメントピン止めしてくれてたの。あ、ごめん、気づかなかったっぽいぞ。おいどんは、おいどんは気づかなかったっぽい。おうちんのコメントなんかあったんかい。コインありがとうかな。どれだ、うわ、いっぱいチョコ、いいねがチョコいっぱい、ありがとうございます。こっちありがとう。はい、奥ちゃん、私の船ヒット祈願。あ、本当ね、私の船ヒットするといいですね。もう皆さんにかかってますから、この歌がヒットするか否かはね、はい、よろしくお願いします。あの、友達に広めたりとかしてほしいですね。何をしてほしいって、友達に広めたりとか、CD 買ってくれたりとか。なんですか、社会に会社の歌と校歌とか合唱コンクールとかで歌ってもらったりとか、そういうのをしてもらえると嬉しいですね。あの、吉本から出してはいるけど、あの、ほぼ9割方権利というか、あの、私のコールしますって言ったら、どうぞ佐藤さんっていう状態で契約しているので、あの、いい感じに皆さんの思うがままにしてもらえると思います。社会にしてもらったり、テーマ曲にしてもらったり、あと何がある可能性は、そんなもん、そんなもんだね。ぜひよろしくお願いします。よっちのリクエストのコメント、あー、おー、ピン止めしてくれてたんですね。もぐもぐさん、ありがとうございました。よかった、拾えた。グッジョブ、グッジョブ。さあ、続いてはインスタライブのコメントがあれば読んでみようと思います。奇跡は2013年リリース。そうなのよ、もう10年経っちゃった。あっという間の10年でしたね。はい、私の中ではあまり、あの、歌がアップデートすることってなくて、結構ね、アップデートするかな、するかもしないね。その時、まあ、止まったその状況や景色、結構音楽って私はワープしたりするんですけど、でもその時々のシーンが変わっても楽しめるってことは、やっぱりある意味ではアップデートしてるのかもしれないですね。かわちゃん、こんばんは。いつもひろこさんの声に癒されています。ありがとう。最近ちょっと投稿をおろそかにしてごめんなさいね。
おくれさん、はい、富山から見てます。ありがとうございます。雪はどうですか？寒くないですか？暖かくして過ごしてくださいね。はい、和光メガネさん、パチパチありがとうございます。ちょっと本当にメガネを買いに私としてはあれ買いたいな。あのメガネ、サバエメガネを買いに行きたいです。はい、そして YouTube ライブのコメントも拾っていきましょう。いい曲ですね、癒されます。あ、ロカザムラのパチパチありがとうございます。ハンダパンダさん、すごいかっこいい名前ですね。ハンダパンダさんありがとうございます。はい、ロカザムさん、奇跡は名盤ですか？名盤だよね。あ、嬉しいです。私も奇跡のアルバムは大好きです。はい、絵本の発売されますか？どうだろう、ちょっとまだ何とも言えないです。なんか別にまだできてないから早作れですね。はい、でも LINE のスタンプは相変わらず販売しているので、よかったら LINE スタンプの奇跡で出てくるキャラクターたちが4コマにも登場して、それが飛び出して LINE スタンプになっているので、よかったらねゲットしてみてください。知人とか友人とか私の船の CD をプレゼントしようと思います。後日、あ、ぜひいっぱい買ってください。ありがとうございますって言いながら、在庫がねそんなにいっぱいはないんだな、うちにないだけかな。ちょっと CD 屋さんにも相談してみましょう。はい、ジョニークールさん、コメントありがとうございます。 Your singing voice makes me happy. Thank you. Yeah, me too ですよ。Me too. ジョイクールさん、Thank you for comment. Your comment, writing comment, makes me happy. Thank you. デビルマンさん、私の船発売記念ワンマンライブご予約受付中。あー、これは告知ありがとうございます。私がいつも抜けがちな告知を皆さんがしてくれるという、ありがとうございます。ありがとう。はい、おちん、インスタは反転直せないと思うけど、インスタって反転直せるんですか？あ、分かんない、直せないんじゃないか。インスタは反転してる、逆に反転してる私を見たい人はインスタ見た方がいいかもしれないそんな人いるかはい、ありがとうございます。ドイツからのご挨拶だって。ライフスチャットさん、ありがとうございます。デビルマンはもぐもぐでした。あー、アイコンがね一緒だからそうかなと思ったけど、よかったです、やっぱりそうだったんですね。嬉しいですよ、ありがとうございます。はい、ギフトもたくさんありがとうございます。今デビルマンさん&もぐもぐさんが、告知してくれましたが、今日は佐藤ひろ子の私の船が発売日となりました。全国の CD ショップ、インターネット、Amazon とかでもね、ご購入いただけます。HMV でも買えますので、ぜひゲットしてください。そして、この CD が発売になりましたのを記念して、残り少ないチラシがあったような、なかったような、ギリあった。佐藤ひろ子、私の船発売記念ワンマンライブを開催します。2月23日金曜日、こちらは祝日となっています。開演が12時、スタートが午後1時です。会場内でですね、2オーダー制になっているので、まあ早めに
入んないとこの2オーダー頼んだものが飲み食い終わんないんじゃないのっていうところもあって、1時間前のオープンとなっているそうです。なっています。でこれの特典がですね、なんとちょっと今日大きすぎてご用意ができないんですが、この、ま、ちょっとだけデザインが違うんですけど、佐藤ひろ子のこの私の船の CD のポスターが来場者さんに全員にプレゼントというのが今回の特典になっています。はい、ね、このポスターで一応今のところ全部にサインは書いてプレゼントしようとは思ってるんですよ。このライブの日の日付が入ったやつで、もし後日とかでお名前入れてほしいっていうのがあればもまた言ってくれたり持ってきてくれれば書きますけども、一旦はサインは全部にお入れしてプレゼントしようと思っています。私の船のこのポスターが来場者さん全員にプレゼントということで、今日お友達から一人ねご予約いただいて、もうめっちゃありがたかった。なんかね、金曜日だ、金曜日の祝日ではあるんですけど、お仕事っていう人が結構多くって、今回ねお席もゆったりとしてる状態になっておりますので、まだまだご予約間に合います。2月の23日です。2月23日に、金曜日祝日です。佐藤ひろ子私の船発売記念ワンマンライブ、午後1時スタートです。東京は王子です。今このタイミングでチケットご予約してくれた方、感謝の気持ちを伝えたいと思います。ぜひ今日このタイミングで予約してください。お待ち申し上げております。よろしくです。切実によろしくお願いします。よいしょ。これって YouTube のコメントってどうやって下に行けばいいんだ。あ、メッセージ撤回された。なんで、まあいいか。よし。オーツン等身大ポスター、いや、さすがお気づきです。今回そのポスターがですね、サイズを間違えてしまってちょっと大きいの、映画のポスターと同じぐらいかもしれないです。サイズは映画館とかの、映画館とかで見るポスターサイズ、でか、ドデカちゃん、ドデカちゃんポスターなんでしょう。でそれが結構ね、リアルひろこと結構同じサイズぐらいかもしれない顔がこのね、ジャケットにもなってるこの写真の、だから大きさで言うと、まあ、こんなテンション感大きいね、大きいんです。それをなので、まあ、できればなんかバッグとか持ってきて、筒とか筒って何、筒入れって何あるの、そんなのとか持ってきてくれるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひお付き合いください。来てください、待ってます。今日予約して、もし来られないっていう方はね、チケットこれをプレゼントしたいお友達にあげてください。よいしょ。さっきオーチン結構大きめのギフトくれたからさ、オーチンもしだったらリクエスト曲やりますよ。やってみてください。私から。Thank you.
くれないの。つまらないことで喧嘩して、僕は心すり減らくせに、今日もスマホの画面にしがみついて、既読がつくの待ってんの。惨めだ愚かだネガティブ思考さ、気づけば世界は君の色に染まってゆく。Oh, oh, oh. 僕の話を、僕の歌を聞いてくれるのは君だけなんだ。苦しくて辛い時、どんな時もそばにいてくれた。僕の理解者、君だけなんだ。心は破裂しそうだ。大好きだ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 、そう大好きなんだ。包むからこっそり隠れたキスをしよう。君が笑ってくれるなら、僕は悪魔にでも何でもなろう。もう君が欲しくなってんの。いっさ遅れなくても君の中堅ハチ公は笑顔で君の帰りを待っているよ。僕の話を、僕の歌を聞いてくれるのは君だけなんだ。苦しくて辛い時、どんな時もそばにいてくれた。僕の理解者、君だけなんだ。心は破裂しそうだ。大好きだ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 、そう大好きなんだ。君は支配者、僕の理解者。君は僕の理想だ。大好きだ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 。僕の話を、僕の歌を聞いてくれるのは君だけなんだ。苦しくて辛い時、どんな時もそばにいてくれた。僕の理解者、キスをだ。大好きだ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 、そう大好きなんだ。お送りしたのは君は支配者でした。さあ、ということでお送りしてまいりました、佐藤弘子の、ライブでした。ライブですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。歌っている間にあよっちさんがまた宝箱をくれたので、ありがとうございます。よっちさん、ぜひまたリクエスト曲を送ってください。オーチンのリクエスト、今日は暖かい日だったから日だまり。オーライ。
あ、そしたら今もう一回日だまり歌って私の船を歌って、インスタライブと、YouTube ライブをストップさせてみようか。まあ、YouTube ライブはこのままつなげててもいいんですけどね。じゃあつなげとこっか、ね、あんまりこの正面のアングルってなかなかないですもんね。メイクしてるしちょっとあとリップだけ塗らせてください。ではあとなんだっけ、あこっち、違う、なんだっけなんだっけ、あ日だまりジャンガ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 、よちさん今夜ありがとうね。あのなんか間に歌ってる間にクマとか流ってきたね。一瞬クマかぶったね。愛してるもありがとう、元気出してもありがとう、はい、ヘボスケさん、そしてグラニンギョさんありがとう。よし、じゃあその日だまりを歌ってみる。ショキショキって弾いたらうるさいかな。あ、ちょっとうるさいか。いいね、こっちで歌う。ノロノロノロマナー、小さい頃ちゃんと歩いた商店街、縁側みたいなカフェやおしゃれなブティックがある。薄れてきた記憶じゃ思い出せないけど、初めてのデートで行った映画館はもうないんだ。変化する街みたいに嫌でも大人になってゆくけれど、あなたに繋がってるよ。日だまりのようなあなたにきっと出会える。懐かしい友の声が聞こえぬ街でも風に流されて、アーケードに漂うアールグレイの香り、元気にしてるかい。ガラス屋のゼリーみたいカラフルな今を切り取って街に溶かして、この道行けばあなたに繋がってるよ。この道行けばあなたに繋がってるよ。あなたにきっと出会える、あなたにきっと出会える。この道を行けば
とうございます。おちんさんリクストありがとう。日だまりお送りしました。今日車乗ってて気温体温違う気温が出るじゃないですか。19度って見ましたよ私。今日暑かったんだね。暑い、あったかい、暑い、うん、難しいところだな今日一日。今日一日ですね、パーカー着てて暑かったひどく暑かったです。さて、はい、私の船の、詳細をねデビルマンさん YouTube の方に書いてくれてどうもありがとう。ちょいと、ひろこさん綺麗で素敵ありがとう。ともこちゃん、はい、ろか侍さん失礼します、お疲れ様です、ありがとうございました。はい、インスタライブもねだいぶ人減ったな。みんな元気に生きてるかな。未来予想図も聞きたいな。けんけんさん、ごめんなさい、けんけんさん、よかったら TikTok の方でぜひリクエストしてくれると、多分もう間もなくねインスタ閉じちゃうので、はい、申し訳ない。じゃあコインを、これ誰だ、これ誰、あ、おーちん、おーちんさん、宝箱ありがとうございます。リクエストでたくさんコインもいただいたのに、またギフトまでもらっちゃいました。ありがとうございました。はい。あ、グラニギアさんも、リクエスト曲、この後また歌っていくので、一回、私の船をね、歌ってお別れしますから、インスタライブの方用に。よし。そう、今日は、発売日ですから、もう一回言っておきましょう。今日は、2月14日はもちろんバレンタインデーなんですが、じゃんじゃん、あっじゃん、私の船の発売日、ふふ、ポン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 、ありがとうございます。はい、とてもこだわって作ったそんな CD です。久しぶりに CD を作れるっていうのが嬉しかったね、うん、そしてその発売を記念しまして2月23日に私の船発売記念ワンマンライブを開催いたします。金曜日の祝日となっています。赤日ですね。ぜひお友達を誘い合わせの上いらしてください。どうぞよろしくお願いいたします。神頼み、お客様頼み。ではそんな私の船をお送りしたいと思います。めっちゃお腹空いてきたあ、何食べようかな。お腹のお肉が気になるけれど致し方ない。お腹が、腹が減っては戦ができないってね誰かが言ってたよ。よっしゃ。この日は2月の23日の日はスーパーベーシストの片野敦さんがサポートで入ってくれます。で、片野さんのスーパーベースはベースにだけでとどまらず、彼は素晴らしいピアニストでもあって、いや全然なんだみたいなことをよく言うんですけどね。私は本当に片野さんの最初ピアノ弾いてる片野さんを見かけた時にもう目が離せなくて、本当に素敵なミュージシャンの方だなと、いつかこの方と一緒にやろうって初めて見かけたのが15年ぐらい前で、その時にもう決めて、で今こうやって一緒に音楽を作らせていただいてます。もちろん私の船の、曲のアレンジや、アイディア構想や、そしてピアノも弾いてくれてます。そして今回はサポートでもう一方、パーカッションにクロスリエさんという警察系のなんか吹奏楽のやつあるじゃないですか、なんかなんとか隊みたいな、ああいうのとか、あとは、クラシックからも本当に幅広く演奏されている素敵なパーカッショニストの方がいて、女性のパーカッショニストって私初めてだったんですけど、すごく優しく包み込んでくれるようなそんなリズム帯で今回はお送りできそうなので、大きななんか船になんか
一緒になんか乗れるようなそんなライブになりそうです。大きな、うん、私の船なんてもうとすごいちっちゃくてさ2人乗りか3人乗りぐらいだからさ、そうだけど私の3人乗りぐらいのギリギリの私入れて3人乗りのちっちゃい船に2人乗車するだけですっごい大きい船になるので、ぜひあのご覧いただいている方も一緒にそれを、で今回多分ねその配信がないんですよ、配信ライブが今回できなさそうなんで、うん、なおさら来ていただきたいっていう思いがあります。どうにか都合つけて来てください。2月23日金曜祝日です。そんな私の船を私のピアノバージョンでお送りいたします。拙いピアノだけれども、乗せてはくれないか、一人で生きるのは虚しくて苦しいのです。雨も風も光もあなたが連れてくる、あなたを感じてこの世界で生きてゆく。遠い旅に出たあなたのその船は私を残して海原を漕いでゆく。あなたがいないなんて世界は世界は終わったようなもの。それでも生きてゆく美しいこの世界をあなたが連れてきた。鮮やかに彩る世界を。
私の体を泳ぐ獅子を浴びて漕いでゆくよ波に乗れさあ Love, 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 love Love, 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 love 不思議ねあなたは世界を私のこの船で誰かを愛して。お送りしたのは本日発売となりました。あー、かわいいお顔。愛を込めて花束を動かすだけ遠く通って。ありがとうございます。はい、本日発売となりました。私の船お送りしました。はい、今日はですね、今ちょっと水曜日になるべくライブ配信しようと思っていて、9時ぐらいと言いながら8時半ぐらいからやっている私ですが待てないみたいな、9時まで待てなくて、なので8時半か9時ぐらいから、TikTok ライブはやってるんですが、もしこうやって YouTube ライブでしかご覧いただけない方がいるのならば、インスタライブでしかご覧いただけない方がいるのであれば、3つ全部つなげてやってみたいなと今後はね思った今夜でした。はい、ありがとうございました。ちょっと切っちゃうインスタライブからちょっとコメント読んでいこうかな。目が痙攣している。はい、ケンケンさん素敵な癒しありがとうございました。そんな風に言ってくれて嬉しいです。すごい、目が見える？見えないか。はい、いいライブでした。お疲れ様でした。私の船毎日聞いてます。和光メガネさんありがとうございます。皆さんぜひ栃木県にある和光メガネ、メガネ屋さんですね、行ってみてくださいね。素敵な店員さんが優しくメガネのことを教えてくれて選んでくれますのでね、ありがとうございます。嬉しいです。はい、ありがとうございました。じゃあ先に、今年もみぶの日フェアで会えるのを楽しみにしていますと
ジンさんかな、ありがとうございます。ではね、ぜひ3月2日ニブの日フェアでねお会いできるといいですね。その時ぜひ CD もゲットしてください。よろしくお願いします。はい、それでは、皆さんとはインスタライブの方先切りますけど、インスタライブの方とはまたこの2月23日の私の船発売記念ワンマンライブでお会いできるのを楽しみにしています。ご予約ホームページからお願いいたします。佐藤ひろこ、全部カタカナで検索してみてください。そしてライブのとこに行くと予約できますからね、よろしくお願いします。それではまた来週配信してますので、インスタついてなかったら TikTok 飛んでみてください。またお会いしましょう。佐藤ひろこでした。バイバイ。おやすみちゃん。はい、ありがとうございました。はい、では次 YouTube ライブ来ていきたいと思います。インスタ、あ、 TikTok ちょっと待ってくださいね。もうちょっとあのリクエスト曲やるから、もうちょっと歌いますからね、もうちょっと付き合ってください。ではでは、はい、YouTube ライブの方ありがとうございました。おいしょ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 、あー、はい、ひろこさんの楽曲を拝聴したので、また明日から元気で生活できます。本当に感謝しています。またお会いできる日を楽しみにしております。ではこの辺で失礼します。ともこさん、ありがとうございました。またお会いしましょうね。ありがとう。はい、パンダパンダさん、ジャケットって、はい、ありがとうございます。はい、ジョニー・クールさん、You are lovely woman. Oh, lovely woman? Me? Really? Thank you. 嬉しいです。Yes. Thank you for your time today. Oh, yeah. Okay. Thank you for your time. あなたの時間の今日。へえ。あ、難しい。Yes, thank you for Johnny Cool's comment. そのコメントが、なんて言うんだっけ、makes your writing comment.makes me happy. それしか出てない。Thank you for comments. Yes. はい。ありがとうございました。はい、この後ぜひ TikTok ライブご覧くださいね。では YouTube ライブの皆さん、ゆっくり休んでまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。バイバイキン。ちゃんちゃかちゃん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 リクエスト曲をよかったら教えてください。乗船します。そうだよね。乗車って言っちゃったさっきね。乗船してください。グラニギアさん、ありがとうございます。はい、もうみんなで私の船に乗ってください。みんなで2月23日は私の船、本当に3人乗り全然そんな乗れないんですよ。やばいやばいやばいって乗ってもいいんですよ。乗ってだんだん沈んでくるから水一生懸命かいて頼りないから、ぜひ助けてください。本当にありがとうございます。この曲をウィロードで聴いてみたい。オーチン、ウィロード今どうなんだろうね、歌えるんですかね。よっち、安らぎをお願いします。ありがとうございます。あれ、グラニーギアさん、なんかリクエストあったかな。リクエスト書いてくれてないよね。グラニーギアさん、たくさん
ギフトくれてるので、あなたのリクエストに答えるよ。 Thank you for comment and gift。 めっちゃんこお腹すいた。こんな時間になんかお米とかちゃんとしたの食べたい感じになってるやばい絶対ダメ。安らぎね、歌ってみよう。めっちゃ腕かく人やってます。今私めっちゃ腕かく人やってます。 Just a moment please。なるべくね英語っぽいことを言ってこうと思ってるんです。英語を喋れる人になりたいんです。なのでなるべく英語っぽい感じで Thank you. Thank you for comment and gift. Yes, 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 yes. Alright. Next song is 安らぎ。おもちゃ町の好きやってますねえ、そってさもうめっちゃわかるよどこだか。そうだよな。今日誕生日なのでそんな曲お願いします。え、グラニーギャさん今日ハッピーバースデー、 Your birthday? あれあれ Oh my god、 Oh Happy birthday、 Happy birthday to you ね。 OK alright。ちょっとじゃあさ、ハッピーバースデートゥイ先歌わないですか。その後に安らぎ歌いませんかね。え、なんと誕生日の人が、今日誕生日の人おめでとう、最近毎回言ってたのに言い忘れた私でした。わあ、グラニーギアさん、ハッピーバースデートゥイユー。オーライ It's okay, just a moment pleaseAlright, next song is Happy Birthday. My song, Happy Birthday. But Happy Birthday to you もありますね。Happy Birthday to you.Happy birthday to you. Happy birthday, dear Granny Gia-san. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Granny Gia-san. Happy birthday to you.Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kimi ga moshi umarete konakatta ra, bokura de aete nakatta. So na nanman kai no kiseki ni kokoro kara.感謝しよう。皆さんも一緒に。
Happy birthday, happy birthday 僕から君に贈る Happy birthday, happy birthday to you 近すぎて言えないありがとう大切な人たちに生まれる前から愛してくれたお父さんとお母さんにも Happy birthday, happy birthday グラニギアさんに贈る Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday, happy birthdayHappy birthday, happy birthday 僕がもし生まれてこなかったら君と出会えてなかったそんな何万回の奇跡に心から感謝しよう、oh.Happy birthday, happy birthday Happy, happy birthday Happy birthday, happy birthday Happy birthday, happy birthday おめでとう。ハッピーバースデー、グラニギアさん。そしてハッピーバレンタイン。おめでとう。ありがとうございました。おい、わすごい、みんながハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーってグラニギアさん祝福しているのだ。おお。ハッピーバースデーなのに私がギフトをもらってしまった、ありがとうありがとうございます。そうよ、おじいさん歌ったのよ、ありがとうございます。お、タニチョさんだ、こんばんは、ようこそ。ハッピーバースデーとバレンタインだよね、本当そうです、すごいね、グラ、ちょっとさ、ね、ね、みんな言ってね、今日ひろこすごい英語喋ったんだよってダニチョさんに言ってくんない、誰か本当に今日、あ、そっか、後でアーカイブ見てくださいね、後でアーカイブを見てみてちょうだい。一生懸命英語喋ったよ今日は、外国人さんが来てくれてたからね、え、変まいったかヘボスケさんもパチパチと、ヒロブーさんもパチパチとね、嬉しい、みんなでお祝い、ハッピーバースデー and バレンタイン。かわいくまちゃんのハートありがとう。あんた誰？え、F40 やすさん。え、ミシカベアだって。何これ、かわいいね。ありがとう。めっちゃ嬉しいよ。ミシカベア、これ結構大きいギフトじゃないか？そんなことない？そんなことある？あるかもよ。はいはい。わおわお、ありがとうございます。みんなありがとうございました。だってグラニギアさんよかった、嬉しいよ。そんな誕生日のなんだ、大事な日にこんなね、私のこのダラダラしたライブを見てくれるなんて、あ、嬉しいじゃないですか、嬉しいです。Thank you.
よし、ではよっちさんのリクエストの安らぎ歌おう。大きめのギフト投げてくれたらば、あれをあれリクエストしてください。ネクストリクエストさんはヒルボさんと F40 ヤスさんもね、よかったら。そうね、私の方で確認、コイン100のやつ以上の方は。そうね、あ、すごい、え、カオさんチーム90人目のメンバーだって。ありがとう、おめでとう。90人、お腹が空いた、ラーメン食べたい。はい、今夜は血が通ってるライブだな。テイラー・スウィフトのライブより心地ねえねえ、え、オーチンさんテイラー・スウィフトのライブ見に行ってたの？もしかしてだけど、それって私行ってたよ。テイラー・スウィフトかっこよかった。テイラー・スウィフトをに影響を受けて、ちょっと胸元のざっくり開いた衣装を着てみたら、ざっくり開きすぎてて恥ずかしくなったから、中にとりあえずヒートテックを着てみた。テイラー・スウィフト超かっこよかった。ふぅふぅふぅ、にゃん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 、ふぅふぅふぅ、シャラシャンシャラファブンテーレ、Where was that to do when the distant that chara away? Can chara chara chara? Da nya nya nya. もうほぼ歌詞わからん。あと3人でフォロワーが4000人。あ、マジですか？もぐもぐさん、すごい。4000人。なんで、キリがいいと嬉しいっていう、なんですかね、この。A 型の気質が。裏にギャスなんか、なんかヌードルインスタンドでガチだったらめっちゃ嬉しい。これさ、そのうちギフトとか投げてくれたらさ、チーンとかしてこうチーンって出てくるんじゃないですか、そのうち。食べ物とかクマのぬいぐるみとかチョコレートとか、めっちゃお腹空いちゃった。だから多分これライブ終わったら食べます、何かしら食べます。そしておデブの道へ突っ走っていくのだ私は。え、変参ったか、大きくなってやる。歌えって、すいません。今日もなんか皆さん来てくれて嬉しいから、なんかいっぱい喋っちゃった。変わらず定期でね、水曜日、なるべく水曜日にやろうと思ってるからさ、まあ一回とりあえず歌う。西も東もこの太陽に満ち溢れてるこのときめきが温かい安らぎに変わってゆく。小さすぎて気づかなかった、名前も知らない花を見て疲れた心も消えてゆく。風を走る人、ボートに乗る人、しすぎるその姿に微笑んだりして、空で歌う人、蝶のように舞う人、ゆっくり染まるベンチの脇よ、それはときめきが変わる瞬間の安らぎ。無邪気にはしゃぐ子供たちは泣いたり怒ったり忙
しいね。そんなところも愛らしい。出なかった。瞬間も安らぎ。ありがとうございます。お送りしたのは安らぎでした。って落としちゃった。言ってるじゃん。結果言ってますが、ありがとうございます。はい、よいしょ。あとさ3人今日中に達成できないか。あのインスタ YouTube で宣伝したのに。あー、そうね、ほんとそうね。わーわー、いっぱい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 ギフトくれてる、ありがとうございます。はい、F40 ヤスさんバラとか、ミシカベアとか、ありがとうございます。ミシカベアが流行ってるの、ありがとうございます。あのぜひ、あ、なんだこりゃなんだこりゃ、ちょっと何これ、サングラス。ダニチュさん、ありがとうございます、嬉しい。もぐもぐさんのね、ハートありがとう。ハートありがとうって、なんか語呂めっちゃいいな。ハートありがとう、そんなでもなかったか。よいしょ、ちょっと待って。わあ、コインめっちゃくれてるじゃん。あれね、ヒルボさんと、あと、このさ、あ、いなくなっちゃった。さっきの人。さっきの人いなくなっちゃった。あの、コインめっちゃくれて、くれな、あ、投げて、逃げた。F40 ヤスさん、わお。あれですね、よかったら。うん、あ、いいねも今日は 10K 来ました。 Thank you very much. I'm so happy. It's make you happy. Ba-da-da-da Ba-da-da It's make you happy. あ、これシェリークローですね。シェリルも大好きです。シェリルはもう来ないだろうな、日本にね。はい、リクエスト曲がなければ、やっぱこの曲ちょっと今日リクエストなかった。皆さん気遣って私の曲ばっかりリクエストしてくれたんでしょうね。優しいな、本当優しいですよね。あのバファリンの半分は皆さんでできてる気がする。それはそれで怖いそれはそれで怖いよね、本当にね。何言ってるんですか、ひろこさん。
あれを歌わなくちゃですよ今日は。おっと、お腹すいたから水を飲んでごまかす。谷中さんと、もぐもぐさんと、ひるぼさんは、リクエスト曲があれば、5分以内に送ってください。私が次の曲歌ってる間に送ってください。なかったら、お腹空いたからそろそろ終わるよ。お腹が空いたら、お腹が空いたら、不機嫌になっちゃう。お腹が空いたら、来週21日、チェックロックラブライブ近いの大事な、大丈夫だよ、お腹かくけど大丈夫だよ、一応やる予定で今いますけどね、21日よいしょ、渡り鳥お願いします。すごい、ちょっと後で歌っていくからね、懐かしい曲すぎて感動です。でもこの曲だけ歌わせてくれ。シャランララ素敵にキス、シャランララ素敵に、明日は特別スペシャルデイ、一年未知とのチャンス、ワンダーリン、ワンダーリン、I love you。 誰もが浮かれてカーニバル、彼氏のハートを射止めて、 Wow baby、 Wow baby love me too、 甘い甘い恋のチョコレート、あなたにあげてみても、目立ちはしないから、私ちょっと最後の手段で決めちゃう、バレンタインデイキス、バレンタインデイキス、バレンタインデイキス、恋の記念日、シャララ素敵にキス、シャララ、ワインの色したサンセットパーク、素敵なロマンスみたい、 Wow darling、 Wow darling I love you、 あなたを呼び出すテレフォンコール、気持ちを分かってほしい、 Wow baby、 Wow baby love me doとっておきのシャレたチョコレート、それは私の唇、あなたの腕の中、わざとらしく瞳をつむってあげちゃう、バレンタインデイキス、バレンタインデイキス、バレンタインデイキス、大人のあっちね、シャランララ素敵にキス、シャランララ素敵にキス、シャララ素敵にキス、シャララバレンタインデイキス。ハッピーバレンタイン。国章さゆり、ありがとうございます。国章さゆり with おにゃんこクラブ、バレンタインキスでした。うさ耳ありがとう、めっちゃ嬉しい。国章って言って国章って言ってる、ありがとうございます。こっちに大事なことね、ちょっと待って、
ジュケイタね、ありがとうございます。クラニキャさん国章つって、オーダーリンつって一緒に歌ってくれてありがとう。渡り鳥、大事なことかな。ひろこちゃんが生まれた年くらいの歌。あ、そうなんだ。ひろこちゃん、ってことはまだこの曲まだ15年ぐらい前の曲ですか。腹立つやろ、腹立つやろ、腹立つやろ。渡り鳥リクエストあったね。入ってるかな歌詞が。あ、入ってる。ちょっとギターがうるさいかもしれない。ちょっと音量下げてみようか。ちっちゃい子。いつだって君は、ちょっとうるさいとかわいそうだからちょっとだけ音量下げた。わあ、おちさんありがとうございます。ねえ、誰からのリクエストだった？渡り鳥、ちょっと待って。渡り鳥は誰だった？あれ、見つかんなくなっちゃった。よいしょ、おいしょ、よいしょ、よいしょ、渡り鳥、渡り鳥、わった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 、渡り鳥、わったわったわった、こんばんは、大日中さん、ようこそ。渡り鳥は誰のリクエストだったかな？誰のリクエストだったのかな。ありがとう、ありがとう、ピン止め、センキュー。ヒルボさんだった、ありがとう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 、センキューブリマッチでした。めっちゃ助かった。ヒルボさんからの、はーいっつった。ヒルボさんからのリクエストにお答えして、渡り鳥行くぜ、ロックに行くぜ。愛を形で示してなんて都合のいいセリフなら雨僕を見て笑ってる。角のかけたグラスで唇を引いたよ、もう上目使いで舐めてると僕にこねてくる。なんでだろう、なんでなんでなんでだろう、試しに彼女に一つ質問をしてみた。昨日の夜はどこで何をしてたんだい。あ、由美子と二人でカラオケをルシてた。僕と由美子ちゃんは昨夜ねと共にしてた。なんでだろう、なんでなんでなんでだろう、もっと光を求めること鳥たちよ、終わりなき旅は楽しんでるかい。人間くらいさ欲張って自分のものにしようと考えてるのは、僕らはいつか別々の道進む。一つの体に融合するなんて無理な話、それは憧れに近い人間のエゴってやつ。だから人を求め人を愛して生きてんだ。なんでだろう、なんでなんでなんでだろう、ありがとう。ちょっとね、音量下げて歌ってみました。渡り鳥をお送りしました。ひるぼさんリクエストありがとう。そして誰かがまた、あ、よっちね、今日よっちめちゃくちゃ宝箱投げまくって大丈夫ですか、ちょっと心配になっちゃう。お財布事情など、あ、勝手に心配するんなよって感じですね。ありがとうございます。最近ね、ありがとうっていう言葉をなるべくひらがなじゃなくて漢字でね書くようにしてるんですよ。ありがとうの本当の意味をさ、
なんか、まあ、知らなかったわけではないけれど、漢字にした方がありがとうの本来の言葉の意味がなんかシェアできるような気がして、あの絶賛取り組み中です。ありがとうがなるべく漢字で、はい、なのでそれを今声で言葉でありがとうって言ってるけれど、あの思いは漢字で今伝えてますから、伝われ伝われ伝われ、ありがとうございました。宿泊みたいな感じ本当そうね、宿泊もなんか漢字で言うとものすごい強めの感じだよね。あ、そうだ、もぐもぐさん大事なことでいくね、ありがとうございます。今日はじゃあ大事なことで終わりかな、よいしょ、他リクエストなかったかな。宿泊めっちゃ面白いじゃん。あ、宿泊じゃない、よろしくじゃん宿泊じゃないじゃん、よろしくって書いたらよろしくみたいなことかな、全然違うし全然違うし、よろしくじゃなかった、あなたに感謝します、私もあなたに感謝します。 Thank you very much. Thank you for comment. Thank you for comment しか覚えてないかもしれないね。よし、大事なこと歌って、なんかあるだにちょさんリクエスト曲、よっちさんもリクエスト曲、またあのみんなにギフトを投げてくれたから、コインを投げてくれたから、もしよかった歌うかね。それであれば歌うし、なけりゃ大事なこと歌って終わるし、教えてね、またね。ダニチョさんもね、リク送ってよ。なけりゃ大事なこと歌ってる間にリクエスト曲がダニチョさんとヨッチさんの来なければ、ヒロコはなんか食べる。よっち、ピアノとギターどっちがいい？あ、大事なことキーなんだっけ？ A だ。この今使ってる鍵盤がさ、多分50鍵ぐらい、88鍵ないんですよね。もうちょっと長いから60、いや50何鍵、54ぐらい、分かんない。短いんですよ、要は低い音が足らなくて。もっちょ低いの出したよね。一応21日の予定見とこ。うん、一応夜は配信やる予定でいたんだよね。でも遅くなっちゃうかも、会議が。よいしょ、遅刻よれ遅刻よれ。どうしよう、かどこ行こう、こっから行こうか。時を越えて出会えたのなら、神様に感謝しなくちゃ。私が持ってる言葉じゃ足りないけれど、あなたにあなたにあなたに伝えたいんだ。あなたがこの世界で生きてること、大事な
ことはあなたがそう教えてくれた。私はあなたでできてる。あなたは素晴らしい人。あなたは特別な人。あなたは美しい人。あなたは可愛い人。大事なことはあなたがあなたらしくいること。あなたが幸せでいること。大事なことはあなたがそう教えてくれた。私はあなたでできてる。大事なことはあなたと笑うこと。あなたとこの世界で生きてること。大事なことはすべてあなたが教えてくれたこと。大事なことはあなたがそう教えてくれた。私はあなたでできてる。私はあなたでできてる。私はあなたでそうできている。ありがとうございました。大事なことお送りしました。もぐもぐさんがすごい絶妙なタイミングでピンを止めてくれるのね。ありがとうございますね。流星歌いましょう。流星歌って、お、移動中なのでいなくなります。ひろこさんありがとうございました。ダニチュさんこちら、ダニチュさんこちらこそありがとうございました。最高のバレンタインになりました。旅人さんありがとう。では流星を最後に歌ってお別れしたいと思います。本日発売の私の船、全国の CD ショップまたは Amazon やネット通販などでお買い求めください。大切な曲となりました。そしてそのこの CD が、発売されたのを記念いたしまして、2月の23日金曜日祝日です、佐藤ひろこ私の船発売記念ワンマンライブを開催いたします。2月23日金曜祝日、東京の王子、ミュージックラウンジです。こちらでライブを行いますので、今日来ている皆さんぜひいらしてください。ご予約はホームページからお願いしますね。この日のライブに来てくれた方全員にこのもっと大きいですよ、超大きい私の船のポスターをプレゼントいたします。サイン入りでプレゼントしますので、ぜひいらしてください。お待ちしています。では流星を歌ってお別れしましょう。
あ、こっちさんだ、ようこそ。もうね、ラストソングよ。はい、もぐもぐさんありがとうございます。できつい、うれしい。この間はカポなしで歌ってたけど結構雰囲気良かったと思いません？あの後ちょっと歌えなかったところ、忘れちゃったところ、風はほら命を今運んでゆくからって結構上がるんですよね。祈りよってここの上がるところが忘れちゃってて。風はほら命を今咲くような声で、風はほら命を今運んでゆく。この音に上がらないと次がいけなかったらしくから、祈れよ今。取れないなあ。ゴカポのこの状態じゃないと歌えない流星なんですね。私も不思議。いいえ。それではラストソングはヨシさん、ヨッチさんからのリクエストで流星歌ってお別れです。ありがとう。
ちの星降る雫は流星空を染める青の衣まと願いは落ちてゆく落ちてゆく僕らは送りしたのは流星でした。リクエストありがとう。わーよっちさんいつもこの可愛いやつありがとう。はい、よいしょ、パチパチとありがとうございます。いや、なんか今日はもう本当にたくさんギフトを投げてくださって本当にありがとうございます。びっくりなのと嬉しいのとなんかいろんな気持ちがここにはあります。ありがとうございました。はい、あ、なんかピン止めしてくれてるの買いましたよ。あ、コッチーさん私の船買ってくれたんですかね。ありがとうございます。はい、ぜひですね、あの全国の CD ショップ、そして Amazon などでもなやネットショップなどでもお買い上げいただきます。私の船、そして今歌った流星も、シングルで発売されておりますのでぜひお買い求めください。この本日発売の私の船、リリースを記念しまして2月の23日ぜひ会いに来てください。よろしくお願いいたします。そんなわけで、1時間半約2時間ぐらい、ライブをやらせていただきました。お付き合いいただきました皆さんありがとうございました。わー、すごいいっぱいコインみんなさんくれたんですね。じゃあ最後に、コインをくれたみんなの名前を言っていこう。はい、ケンケンさん Thank you for coin。 Yes、コッチーさん Thank you。 タビビットさん Thank you very much。 そしてヒロさん Thank you。 そしてヘボスキョさん Thank you very much。 オーチーン Thank you very much。 モグモグさん Thank you。 グラニキアさん Thank you。ヒルボさん、Thank you。 そしてヨーチさん、Thank you very much。 Thank you for calling and thank you for comment and thank you for good いいねボタンをめっちゃすごいいいねボタンがいろいろチョコぶん流ってるよぶん流るっていう言い方良くないと思います。すごいですね、皆さんがたくさんコメントやそしてギフトやこのいいね、今日はチョコレートでしたけれどもをしてくれたおかげで普段見たことなかったよって人が見に来てくれたりとか、そんな機会やチャンスをいただくことができました。これは当たり前ではなくありがたく、本当にあることがない、本当は難しく、当たり前のことではなく感謝の気持ちを強く思って、お伝えできればと思います。本当に今日もたくさんの応援をありがとうございました。それでは、今日のトップギフト3名様に、
このバレンタイン仕様のひろこの、スクショを久々にプレゼントしたいと思います。俺それゲットしたぜっていう方はですね、今日の日付中に2月14日の日付で、LINE でメッセージください。お友達登録まだしてない方はお友達登録して LINE からメッセージを送ってください。メッセージを送ってくれたこのよちさんとひろぼさんとグラニギアさん、一応メモっとくけれどもは、スクショを送りますのでね、グラニギアさんとひるぼさんとよちさんね、はい、今日の日付でサインをしてお送りしますので、ぜひ LINE の方から、メッセージを送ってください。で、一応今のところ来週の21日は配信通常で8時半か9時ぐらいからやろうかなと思っています。少しね声出しもしていかないといけませんか。21日はもちろんお休みですから大丈夫だと思います。はい、やっていこうと思いますよ、うん、それではまた来週の2月21日水曜日にお会いしましょう。今夜もお付き合いありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね。はい、それではおやすみなさい。いい夢見ろよ。おやすみ。いい夢見てね。はい、では消灯していきますよ。いい子にね、寝るのよ。はい、消灯していきますよ。Oh.